何といっても日米安保条約、そして日米地位協定、これが憲法の上に君臨しているわけであります。そんなことあるのか、聞いたことねえよという方がほとんどでありましょう。しかし歴史の教科書、学校の教科書ではありません、歴史の教科書を紐解くとこういった例があるんです。憲法は決して日本の法律の最高法規ではありません、なっていないんです。戦争ばっかり話多いです。今日はこういう給料問題並びが多いと思いますけど、もう一つ私が疑問に思うのは、国民が等しく、文化的生活できるというのは保障するようなことを書いて、基本的人権の尊重というところがあるかと思います。しかしこれが一体守られているんですか、憲法によって。一体こんな自殺者だらけの国で基本的人権が守られているんですか、生活権があるんですか、生存権があるんですか。ないんじゃないですか、それは。生活保護に行けば断られる、そして共同体もない、孤独の中に多くの人が死を選んでいくわけだ。憲法は飾り物なんだ、飾り物でしかないんです。こんなものはもう一刻も早く廃止です。我々に必要なのは新しく作り直すことなんです。少々の手を加えるだとか文字を入れるだとか、そういう問題ではもう全然間に合わない。一から作るんです。そしてあんな複雑なものじゃなくていいんです。もっと単純に10か条もあればいいんじゃないですか、17か条でいいんじゃないですか。こんなに細かく理想の高い理念、実現もできない理念を並べ尽くした条文、私たちは美しい文章を拝んで何かいいことあったんでしょうかと思いたい。